ブラッドリー・スティーブン・バーゲ戦は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州コンコード出身の元プロ野球選手、右ト左打。中日ドラゴンズでの登録名は、ファーストネームの、ブラッドリー。オリオールズ時代2004年、2008年には、AA 級フレデリックと AA 級ボーイで16勝7敗、防御率3.10と活躍し、シーズン終了後の11月18日に、 オリオールズの40人ロースターに入った。2009年4月21日の対シカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。最下位に沈むチームにあって新人ながら安定した投球を続けていたが、7月30日の対カンザスシティロイヤルズ戦でビリー・バトラーの放ったライナーが右すねに直撃し、そのままシーズンを終えた。2010年は4月に肩の痛みを訴え、 約2週間離脱。復帰後はなかなか調子が上がらなかったが、バックショーウォルターが監督に就任した後の12、登板に限れば防御率2.85と復調した。2011年は開幕から7度先発して未勝利だったが、5月14日の対タ,タンパベイレーズ戦では、自身初の完封でシーズン初勝利。しかし、その後の2試合ではいずれも負け投手となり、 5月29日にトリプル A 級ノーフォークへ降格。6月18日にメジャーに復帰してからは、主にリリーフとして起用された。2012年7月20日にウェーバー工事を経てアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。移籍後は19試合の登板で2勝1敗、防御率3.64の成績を残した。2012年12月1日に、 中日ドラゴンズに一年契約で入団した。登録名は、監督の高木森道が、苗字のバー,上げ戦はバーゲンセールを連想させて演技が悪いという意向を示し、ファーストネームから、ブラッドリーとなった。2013年4月2日の大半新戦で、NPB 初登板、初先発。この試合では6回3失点3奪三振で、勝敗はつかなかった。9月3日。 球団より、ウェーバー工事の手続きが取られ、戦力外となった。9月9日、自由契約工事された。2014年は、所属球団がなく、2015年5月22日に、独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。2017年2月28日に、アトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約。同年限りで現役を引退した。 2018年よりフィラデルフィアフィリーズ参加 A 級レイクウッドブルークローズの投手コーチに就任し2019年はフィリーズ参加 A 級クリアウォータースレッシャーズの投手コーチ2021年からはフィリーズ参加 A 級レディングファイティングフィルズの投手コーチを務めている平均球速約90マイルパワー最速94マイルパワーの速球とスライダー スプリットチェンジを投げ分ける。シンカーを武器に速いカウントで打者をゴロに打ち取る。投球を持ち味とし、メジャー通算の予支球率2.59と支球が少ない。2011年にバックショーウォルターが監督に就任して、以降は低めのフォーシームでカウントを稼いだ後に変化球で打ち取る投球術も見せるようになった。速球の威力に欠けるため、非本塁打が多く、 メジャー通算の基本類打率1.17を喫している。守備ではベースカバーやバント処理が素早く敏捷性に優れ、メジャー通算の DRS12 を記録している。対戦したかった投手にはノーランライアンを挙げている。ブラッドリーバーゲ戦に関するカテゴリー。ありがとうございます。